はい、マッシーです。本日はですねアーキュフェーズのチャンネルデバイダー F25 の導入レポートをお届けいたしますかなりマニア向けの内容となります興味がある方だけお付き合いをよろしくお願いいたしますうちはですね現在 2way のマルチアンプになっております実際はですねこのツイーター2405とそれからスーパーツイッターがつながっておりますので4 w a イ構成なんですけどもこの2405に関しては自作のネットワークでこのようにつながっています このスーパーツイーターの方もネットワーク内蔵されてますので直接つながる形で 2way のマルチアンプで構成しているわけですこのチャンネルデバイダーが当然ながら音質に関係すると思われますしかしこれがまさにピンからリまであります今までラックスマンの FL202 を使ってきましたこちらですねえ1999年発売割と新しいです中古購入で7万ほどしました うちのパワーアンプのグレードからするとちょうどいい価格かなと思います。中古購入でしっかりラックスマンでメンテして使っていました。バランス接続ができます。うちはスピーカーコードをなるべく短くしたいということで、チャンネルデバイダー、パワーアンプをスピーカーの間に設置しています。当然コントロールアンプからチャンネルデバイダーまでが長くなります。9メーターぐらいでしょうか。バランスケーブルでつなげたくなります。 えー、ちなみにチャンネルデバイダーはオーディオブームだった70年代から80年代は各社出しておりました。えー、例えばパイオニア、ヤマハ、ソニー、テクニクス、山水。これらの機種はヤフオク等で探せば購入可能です。 ただ、この時代はバランス接続はできません。ピンコードのみになります。また、さすがに40年以上経過の製品になります。初期性能がしっかり出てくれるかは甚ははだ疑問です。ボリュームのガリなんか当然出るでしょう。マルチは各ユニットがアンプにダイレクトに接続されます。中高音のユニットは、デバイダーやアンプの故障でダメにしてしまう可能性があります。以上の理由から安心できるラックスマン FL202 を使用しておりました。 また業務用のジャンルでは DBX やベーリンガーが非常に安いチャンネルデバイダーを出しております。これも気になるところです。DBX の 2A 用の回帰子は一度試しました。音の鮮度が落ちて軽くなりこれはないなと私は思いました。それと故障の不安もあるかなと思っています。私はやはり Hi-Fi オーディオ用のチャンネルデバイダーを使いたいなと思いました。 えクレルのアンプの導入でパワーアンプ選びが一段落しまして、いよいよチャンネルデバイダーのグレードアップを考えるようになりました。一番欲しいのはもちろん、アキュフェーズのデジタル式ですね。DF65、税込みなんと88万。デジタルならではで、スロープを、えー、96でしかッと落とすことができます。残留ノイズもおそらくほぼゼロでしょう。クロスオーバー周波数もデジタルで変更可能です。いちいち基板を買う必要はありません。 試してみたいですがたと、えー、え怪奇種の中古であっても私には予算オーバーです無理ですもしここまでのお金をつぎ込むならうちの場合はむしろアンプのさらなるグレードアップでしょうというわけで狙い目はもともとアキュフェーズのアナログチャンネルデバイダーの最終形 F20 か F25、えー、もしくは F25V だったわけですハイファイドさんに F25 の中古の程度のいいものが出ました えー、すぐには売れず、えー、20万弱まで下がりましたしかも 3way 仕様、えー、500Hz と 8000Hz 将来的に 3way マルチにできます間もなくですね一つローンが終わるタイミングということもあり思い切って36回で偶しました、えー、早速いじり始めてやはりアキフェーズの作りの良さにうっとりですねこのユニット構成になっていて、えー、これを抜き差しししながらですね 2way にしたり 3way にしたり フォーこの下にですね、ガイドレールがあって、このユニットをですね、こう入れたり外したりできるような構成になっています。このサブパネルの取り付けネジですね、これがですね、このパネルの方もネジが切ってあって、こう容易に分離しないようになってるんですね。このきめ細やかなこの設計が、さすがアキフェーズっていう感じがいたします。さあ、そして肝心の音です。しばらくはですね、2way のマルチで様子を見ながら使っていきたいと考えています。 無音時のですね、残留ノイズがやはりラックスマンに比べて静かな気がします、えー。家族がですね、全員外出する X デーをじっくり待ってですね、ようやく、えー、一通り視聴を終えました。クラシック、ジャズ、女性ボーカル、それからポップス、一通りですね、自分の愛兆版をですね、じっくり聴いてみました、えー。導入は正解だったようです。 えまずですね、あの、ボーカルの口が小さくなったような気がします。定位とですね、この奥行き感、そういうものがアップしたような気がしています。あらゆる愛兆版でですね、静かにこう、解像度が上がっていくっていう感じを実感しています。えー、中島みゆきさんのお前の家、この雨の音、雷の音、これがですね、今までで一番ですね、クリアーになりました。このリアルさでですね、この中島みゆきワールドの中にこう、スーッと入っていく、それがですね、今まで以上にですね、強烈になりました。 そしてですね、ロストロポービッチのチェロ、少しだけですね、ちょっとこう濁った感じがしていた部分が、えー、すっきりしてですね、解像度が上がった気がしています。今後はですね、いよいよ3ウェ y を視野にアンプ探しが始まります。 でできればですねデザインも良くて小ぶりのですねパワーアンプもしくは、えー、メインインが、えー、端子があるプリメインアンプですねこれをですねじっくり吟味して、えー、いよいよ 3way のマルチ化に取り組みたいいと思っています私のマルチアンプもいよいよですね完成の域に達してきたんじゃないかと思ってワクワクしております チャンネルデバイダーのグレードアップっていうことで今非常に地味な世界なんですけども少しずつですね音が良くなっていくのが実感できて非常にワクワクする毎日でございます最後までご視聴ありがとうございました